はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。はい、WM チャンネルのヤナマンです。おすもうです。今日は、はい、檜山ってところに来てます。はい。ここも田村なのかな？ここは。常盤町ってなってましたね。常盤町。ほんとね、田村市常盤町堀田ってところにある檜山ってところに来てて、はい、まあ、風力発電あったとこですね。うん。はい。で、湖もあって、遊歩道もあるみたいなんで。風車がいっぱい。ね。うん。じゃあ、ちょっと今から散歩していこうかなと思います。はいはい、じゃあ行きましょう。はい、行ってきます。はい、行ってきます。はい、ね、行きましょう。これね、風車。でかい。すごいね、風車。すごい。さっき跳ねた魚はね、なかなかでかかったよ。ね、なんかいるみたいだね。すごい、でかいやつだったよ、跳ねたの。主かな？今度はね、ピンボケが、あ、来た来た来た。これね、こんな感じ。音がね、すごい音だったもん、跳ねたの。ボトンってね、うん、これ1キロ歩くのか。結構あるよね、距離ね。遊歩道が1キロあってね。1キロはね、ありますよ。で、まあこんな感じだね。で、あそこになんか、うん、コーヒー、いや、いいんじゃない？いいじゃん。で、あそこにね、ちょっと牛舎小屋みたいな。いる魚、あ、本当だ。濃いかな、でかいよね。結構でかい。じゃあ遊歩道行ってみる。うん。ここからね、1キロ。1キロね。うん。1キロあるからね。なんか釣れそうじゃない？いや、多分釣れるっしょ、魚がいるから。虫もすげえ。水の音がいいっすね。ね。結構いそうだね。うん。あ、結構良さげだな。良さげ？うん。あの、見晴らし台みたいなのが。ああ、あれね。うん。で、まあ、風車と、涼しい。涼しいね。うん。なんか結構寒いくらいだな、うん。やっぱり山の上とあって。でも行ける？遊歩道はいいけど。やばいね。なんか草が生い茂ってるな。やべえな。空がね、超綺麗。これやば。結構草ぼうぼうかもね。うん。で、あ、やべえじゃん、これ。見て、これ。ボート乗れるみてえだよ、実際ここ。ほら。ほんとだ。で、今現在地で、あ、上に行くとぐるーって一周回るんだ。うん。こっちに行くとぐるーって一周回る感じ。で、こっちに行くと、細い道を行くと、まあ、上は通らずって感じだね。ここにどうやって行くの？どうやって行くんだろう、これ。あ、このまま歩いていくんじゃない？もしかして、この茂みん中。この茂みん中？うん。きついね。きついね。ちょっとあっちに行ってみる？あっちにも小屋っからさ、あれ。あ、何？これが繋がってんの？そう、ここの道が繋がってる。あっちもさ、結構緑がさ、深いからさ。なるほど。うん、こっち行ってみる。これあれだね、湿原って感じだね、これ。そうね。でもここかなり標高高いからさ、うん、景色が見たいね。景色見たいね。結構山登ったもんね。はいはい、うん、山登った。なんかね、あそこでね、あのピクニックかな、うん、キャンプかな、うん、してるグループがいるんだけど、いいね、こういうとこでキャンプもね。いいね。うん。へえ、すごいね、これ。なんかいい感じのショットだよ。どこに繋がるんだろう。ねえ。なんかこう景色見えるとこないのかな、山なのにね。どうだろうね。なんか虫がすげえよ。
水はすごいでしょ。うん、あれもあるし池もあるしね。うん、とりあえずこの道ずっとまっすぐ行ってみる。ここで反対側に行けるみたい。尾瀬的な感じなのかな。すごいこの木の道が。なんか釣りしたいね、ここで。釣れるだろうね。多分釣れると思う。え、何これ。分からん。カエル。うわすごい汚ねえな。なんかあんま思ったよりは綺麗じゃないね。水がやっぱあれなのかな、発電所だから。うーん、景色見れるとこないのか。ないみたいだね。やっぱ風車だけなんじゃないここ。うーん、でもさ、高原って出てるぐらいだからさ。うん、もうこれがそうなのか多分ね。多分風車があれでしょ、一番でしょ。嘘？風車のメイン？うん、多分ここは。でもこっちは折れそうだね。これ折れたらシャレになんねえぜ、これ。うわ、怖えな。シャレになんねえやな。うん、バシャーンとかなったらさ。どう、いける？まあ、なんとか。うわ、きつくね。やばいし。やばいよこれ。やばいね。うわ、すげえ茂み。これがね、すごい茂みなんだよ。これきついよ。寒いし。本当だ。突然寒いし。結構寒いね。でね、ほら、結構すごい茂みが。なんかこれ今までと違った嫌さな感じだね。うん、これうわすごいな、これちゃんと道になってんだね。すごい、なんか怖いよ。うわ、本当だ。うわ、虫やべえ。虫やばいっしょ。なんかね、頭に当たるんだよね。頭に当たるんだよ。虫がね。虫が。蜂みてえな。はいはい、気をつけてね。落ちないように。水が、うわ、やべえよ、やべえよ。虫？うん。水の上だから、余計やべえ。やべえ。虫やばくない？やばい。やばいっしょ。相当これはね、人がね、来てないね。来てないか俺。なんかね、すごい。すごいよこれ。これはね、もう遊歩道というよりね、結構ね。ジャンゴーって感じだね。もうね。ジャンゴーって感じ。そんな名も優しいもんじゃねえよこれね。だってさ、この板もさ、どこで抜けるかわからんしさ。わかんないね。めっちゃふにゃふにゃしてとがっかんね、これマジ油断すると。このとこでさ、あーなんつったらさ、終わりだよね。だから足絶対バッチャンってなるもん。沼の上とかで落ちたらマジ、帰って。うん、確かに。すごいこれ。はい、道がなくなりました。マジで？ここまで来て。出た。ああ。あった。あそこでちょっと景色かなんか見れればいいな。虫すごいしさ。
そうだね。じゃあ多分景色見えないパターンじゃないですかこれ。だね。はあ。ちょびっとかな、ちょびっと。見える？ちょびっとね。はあ。風車しか見えねえ。はい、今日は檜山の風力発電所のとこかな、檜山、まあ回ってきたんですけども、まああれだね、遊歩道の方は無心がすごい多くて、ね、草ぼうぼう、今シーズン真っ盛りだから、まあそうなのかもしれないですけど、冬はまああれかな、虫とかいなくなって 草も枯れるから、冬は言うほど歩くのはいいかもしれない、そうだね、ですね。あと釣りとかね、うん、釣りやってる人は多い。釣りとバーベキューかな、バーベキュー、湖のほとりでやってる方は多いんで、まあどっちかっていったら多分そっちの方メインになるかな。まあ、もしここでバーベキューしたいなとか思った方いましたら、ぜひチェックしてみてください。はい。はい。それでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、バイバイ。